いや、翔太さん。にしても、昨日のミーティングのあれはマジでやばいです。あれやばいやろ。あの変顔は、みんな笑ってました。マジでおもろすぎます。いや、笑いすぎやろ。いや、おもろい質問。いや、マジで翔太さんがいっちゃおもろいっすわ。いっちゃおもろい。あー、最高やね。マジで笑いすぎやね。いや、あれはマジでおもろいっすね。行け、止まれ、お前ら。何この声、バル。ふざけてんの、お前ら。ふざけてる、おい。いや。じゃ、見せろ、本気をもっと。ふざけてるようにしか見えない。バル。行け、集合。バル。お前ら約束したんちゃうの、バル。なあ、前負けた時や、もう声では負けませんよ、誰や。だからやらしてくださいよ、誰や、お前らや。ほんでこれか、あ、もうちょっと月日が経っちゃええの。ほんで月日が経ったら次の試合は負けるに決まっちゃうやろが。あ、どんな思いで立っちゃう今。お前らの心の中聞いたよ、俺。どんな思いや、今。何思っちゃう、バル。聞けるやで聞いたよ、今何考えとんのか、お前らが。先生、分からん。お前ら何考えてんのか。もう目で分かる。なあ。お前ら顔見てて分かる。お前ら見ろ、ちょっと。仲間の顔。こいつと一緒に、立てんのか。グラウンド。え？やり合えんのか。生活かけて。お前らの中で。先生に見せてくれ。わからんじゃないと、先生は。なあ。邪魔やめ。出ろ、走っとけ。おざっす。おざっす。いや、昨日もおもろかったっすね。いや、マジでおもろい。出されてんのがマジプラスでおもろいっす。いや、これはだるいじゃん。いや、あれがオチじゃないここちょっとおもろかったっす。先輩、今日もお願いします、変顔。え、変顔お願いします。いけたお願いします。なんてね、出しおくことであいつら笑うやろな。もちろん今日のミーティングでも変顔かもしまーす。すごいね、しっかりと、意識しながらやっていこうね。ああ、まだなまだな、お前ね、それじゃあかんよ今の感じじゃ。あ、それじゃダメダメ、もっとやってからあかん。できることかな。おや、もっとぐーっとためも作らなあかんし、その後解放もせなあかんし、な。解放が全然足りてない部分もあるから、正直言うと、ああ、もっと解放していこう。そこぐーっともっと解放していこう。そうそうそう、そこでだからためをもっとぐーっとね、ただ作るだけじゃ意味ないからね、ためをぐーっとどこまで解放できるか、この回し回しと解放、ここが大事になってくるから。うわあ、走っとけ。いや、増山先輩、バカおもろいんすよ。いや、増山先輩、今の一発ギャグ、もう一回やってください。一発ギャグ、はい。オーケンドル、オーケンドル、バル。ちょ、もう一回、もう一回、もう一回。オーケンドル、ちょ、おもろくないですか。おもろい。あ、いやでも、あの翔太さんのミーティング中の変顔も同じぐらいおもろいですよ。バル。はい、なんで、今日もお願いします。いや、今日はやらないの、もうさすがめんどくさい、怒られたばっか。あ、マジですか。うん、そうっすね。おい、翔太、お前、ノリ悪くて思わないの。バルバルバル。すごいな、お前ら意識しながらやっていきましょう。OK? OK か。
でもお前らそれぞれが気持ちをどれだけ出すか。オッケー、わかるか。そのプレイでの時見せるか。わかるね。オッケーオッケー、しっかりやっていこう。やっぱお前らな、見ちょるとやっぱためが足りてない。結局ぐーっとためを作る。どれだけためれるか。オッケー、どれだけぐーっとためれるかと、これが大事やから。左バッターも一緒。走っとけー。あ、ちょっとさ、今日も変顔お願いします。やるか。あかん、お前あの前ちゃうの。翔太さん、うん、すいませんでした。は、僕のためにふざけてくれたんですよね。何が覚えてませんか。おう、翔太、無事じゃん。先輩、あの実は部活やめようと思ってます。チームに迷惑を。この前のミーティングさ、監督めっちゃ簡単おもろかったよな。あと監督おらん時にしたゲーム、あれもほんまおもろかった。はい、面白かったです。お前が他にもっとおもろいこと見つけたからやめるってんなら俺は止めんよ。でもここが好きならやめんな。とりあえず監督に謝ってくるわ。お前ちょっとついてこ。あ、おもろいもん見せろ。すいませんでした。俺が監督に怒られた後、監督にバレへんようにあっかんべーしたるわ。ピー、うんうん、プリプリやろ。うん、肉味が、肉味と旨味がな、プリプリンス。うん、うん、おいしい。うん、これおいしい。うん、お、これもちゃん、もううまい。ここにもあった。うん、うん、よかったな、お前らクリスマスパーティーやね、来てくれよ。よし、うん、うん、お醤油ちゃんをちょっとえ、お前ら食うとけ。はい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 。今朝の6時半です。だだだる、もう終わるかな、お前。すいません、へへへ、よしよし、ちゃん、これ意外とどうか。チロリ、よしよし。監督さん、僕のにもチロリしてもらっていいですか。おー、お前かわいやっちゃな。よっしゃ、チロリ、ありがとうございます。かわいいだろ、お前。チロリする。はい、これちょっとどうなるか。子供ちゃんが、子供ちゃんと、うん、来い。うん、醤油が香ばしい。大体チキンちゃんが香ばしいのに、さらに醤油の香ばしさが。マジ腹いっぱい。なんで朝からチキンパンなんかもんて。ほんまに重すぎ。あいつが食いただけやろ、マジ。絶対そう。おい、岸田、お前声揺りすぎて。監督、いやいや、売ってないですよ。何お醤油ちゃんチロリって。いや、美味しかったです。いや、美味しいやん、知らんけど。チロリしてくださいって自分でやったらええやん。いや、うま。いや、マジです。うん、まあ、そうなん。ん、足臭いって思う。俺の足は。え、臭い、臭いないやろ。臭いないな。いや、臭っ、臭いって。正直臭いです。お、何やろ、お前。後輩ちゃんって。お前、いや、お前気ぃ使えよ。お前は脱ぐな。臭いないやろ。お前は脱ぐなって。いや、臭いない、臭い、臭い、あ、臭い、どんだけ臭いね。臭い。今、トイレですかね。OK。 ちょっとファールボール取ってきます。よっしゃ、こんなの取れへんな。15分だけによ。あっという間じゃ、クリスマスはこうでなくちゃ。きっと君は来ない。来るよ。なる。
ねえ、今チームええ感じやろ。なる。なんでお前みたいな緩い考えの緩いキャラがおる。なる。いらないよそんな土。あ、お前も練習せんでええよ。下のあれせ、ちょっと先生のあの監督室、ちょっと年末に向けてちょっと片付けたから、ちょっとお前手伝え。なるなる。ちょっと言っとけ、掃除しとけ。はい。OK。よいしょ。うん。でも監督は？あ、監督、エリザ先輩来てくださったっすよ。え？はい。なんかバス出して新幹線出たまで。で、駅で飯も食って帰れてたんで、朝飯も食ってないらしいです。ガチ言ってんの？え、駅？駅って結構遠いよね。うん。時間もあんまかかるんだね。はい。なんかその移動費も監督の実費なんで、下道で行くらしいですよ。え？下道で行くのとさ、別に昼過ぎまで帰ってこんぐらい。うん。そうやな、そうやな、そうやな。え、もうさ、プール行ってもらう。行ってもらう。午前中って、午前中ってもらう。ありやんな。ありやん。ガチャやん。え、持ってきてるよ、当たり前。しゃー。じゃあもう一度ね、わざわざ来てくれたエリザーにみんなでもらいましょう。はい。よっしゃ。よっしゃ。よっしゃ。出発しそうやな。あ、監督。え、あ、ここで大丈夫。なんで遠慮すんな、遅るぞ。あ、高速使ってたりだ。長時間のバスは体にも悪いです。ごめんね、じゃあ。すいません、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。いやー、やった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 ー。だってあいつゴール地点におるからさ、うん、絶対バレへんやん。そやな。今から走ってきても絶対間に合うわ。よし。でっか。いや、最高や。とりあえず全部まっすぐ進んでください。マジでこれこそ思考の時間。お、駅部駅部。
走れ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 お前ら。えー、どんまいどんまい、遅いぞ遅いぞ。え、もっと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 、おい走らんかい、おい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 。うそだろ、うそだろ。どういうこと？みんなや、一生懸命走っちゃうの、お前ら何しちゃうのこれ。説明して。あの、説明しようがないな。いや、あります。越後が体調崩してしまって、このままじゃまずいなと思ったので、とりあえず急いでタクシー乗って病院に連れて行こうと思って。すいません。大丈夫か？越後は。はい、大丈夫です。ちょっとマシになったみたいなんですけど、さっきすごく。そういうことやったんか。はい。え、病院？そんなことは聞いてないですよ。1000円分ゆっくり走ってって言ったじゃないですか。なる。あ、病院と言ってない。聞いてない。はい、うん、オッケー。じゃあ、ごめんね。ちょっと大きい声出すよ。すいません。今チームええ感じ。チームがええ感じの時にや、お前らまだみたいなな、タクシーキャラ、タクキャラはいらないよ。なる。帰ったら出ろ。なるなるなる。うん、待って、ライン来てる、ライン来てる、ライン来てる。ちょ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 、グループ。きしょ、こいつ、お前記録する、絶対記録する。あ、つけてください。大学で寮生活をしてるんですけど、夜中に不審者が来ていて。犯人の特徴は？夜中なのにグラサンしています。それは怪しいですね。はい、逮捕してください。最近ラーメンに文句って困ってるんです。え、ラーメンに？あ、こっちの話です。よろしくお願いします。皆様、ご協力いただいてくださりありがとうございました。これ、不審者の忘れ物です。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ご苦労様です。一件落着。お世話になってる先生をさ、警察に通報するってどういうこと？ちょっと説明してくれ。警察に通報？何のことっすか？いや、LINE に関してはちょっと僕ら夜中寝てたんで気づけなかったんですけど、それは申し訳ないです。ただ、警察に通報とか僕らが電話した証拠とかってあるんですか？解放エッセンション。